はいえー、よろししくお願いいたします今日はですね撮影しているのは1月の10日です、えー、我々の宗派ではですねあの臨済期と言いまして臨済和尚の命日にあたります、まあ、本山とかではまあこう行事としてまあお経を読んだりして臨済和尚の徳をしのぶというか、まあ、そういうことをやる日です。えー、今回あの正月ということでまあ掛け軸の方もですね 万歳という字を書いてあります。これはですね、あのまあ大徳寺にいた江戸時代のお少さんが私どものを寺に来た時に書いていたという字です。で、あのまあ万歳ということはまあこうまあ正月なのでめでたいということなんですが、えー、今年はですね、あのまあお正月から能登半島の地震があったり羽田の飛行機事故があったりですね、なかなかこうめでたいということが言いづらいというか。 まあそういう年になってしまいました。えー、しかしながらまあこれはですねあのまあ今年一年気を引き締めてやっていきなさいとまあいう意味なのかなとまあこういうふうにまあ捉えました。で、えー、今日はですね、えー、古代インド仏教と現代の日本の仏教の違いとまあいうような話をしようかと思います。えー、これはですねあの以前ちょっと私のまあ動画の中であのジジ、えー、ネタみたいなああ 話をしましまたらですねそれに対してですねこういうのは坊さんがするべきものではないとお釈迦様を見てくださいとお釈迦様はですね寄捨て人だったと、まあ、こういうようなことをまあこうコメントで書かれていた方が言いましたしかしながらですね私はちょっとまあ違うかなという見方をしています。 なぜこう時事ネタみたいなものを取り上げるかというとですね。やっぱこう広いところからですね。仏教というものに関心を持っていってもらおうかな。というつもりでお話ししているとまあ、いうことです。それとですね。あの寄せ人という言葉があります。まあ、これはまあこうよく隠者とかですね。まあ、ごぼうさんに対して言う言葉としてあるんですが、あのまあ、一般的な寄せ人っていうのはですねえ。俗世間との関係を断った人。 まあこういういい人に対して言いますでですが私自身はですねお釈迦様に対しての「寄捨て人」という言い方というのはですね世間の物差しから脱出した人というような捉え方をしています。あのこの寄人という言葉自体なんですがあのこれはどういうとこから来るかと言いますと要するに「 えー、修行期間の話をしているのかなというふうに私は思います、えー、お釈迦さんもですね寄捨て人という時代もあったと思います、えー、それはただし、えー、修行期間の間、えー、つまりですねいろんなこう修行をされて、まあ、座禅をして悟りを開いた、えー、それまでの間の期間のことを言っているのかなでまあその間はですねやっぱこうその修行というものに集中しなければいけないんで、まあ、世間というものから離れてですね まあそういうことに専念すると、と集中すると、まあ、いう時,時代のことを言っているのではないかというふうに思います。我々はこう全州でもですね、まあ、こう運水とか我々修行僧のことを言いますけど、この修行期間というのはですね、あのやはり新聞もないしテレビもないしラジオもないで,です。要するに世俗とはこう関わらないまあ、修行生活というのを送らせていただきます。 えー、しかしながらですねあのそれからですねお寺に帰って、まあ、お寺の住職になったりとかですねするとですね、えー、結局檀家さん、まあ、一般の方とのお付き合いというものがありますから、えー、こう寄捨て人の状態でいられるわけではないお釈迦様自身もですね、まあ、お悟りを開いた後ですね安家、まあ、といいますかあのお弟子さんを連れてですねこう全国をこうこう回ったわけです。えー、その間、えー、接した人た人ち えー、というのははお坊さんだけではありませんあの、まあ、国の王様であったりですね一般の民衆の人たち、まあ、こういう人たちに仏教の教えというか、えー、そういうものを伝えていった、えー、これは伝えなければですね、まあ、言うならばあの自己満足の世界自分さえこうこう穏やかな心が保てればそれでいいっていうので、えー、あればですね、まあ、それでいいんでしょうけどやっぱりそれはですねやっぱりこう われわ特に日本なんていうのは大乗仏教の国ですから。一般の方にもですね、そういうこうまあこう教え、を伝えて、まあ役立てていただく。えー、そういう意味ではですね、こう一般人との接点っていうのは、お釈迦様の時代であっても、現代であっても、ある。ということです。中にはですね、まあ、あの、こう、やはりお坊さんでも、霞を食って生きていけないね。お釈迦様。とかはですね、まあ、王様とかの、まあ、こう協力を得て、まあ。うん まあ一時期はですね祇園精者とかもそうですけどそういう場所にいてです、ね、そこからこう近隣のところにその教えを伝えていったお釈迦様自身はですね、まあ、仏教初めての方ですですから周りはですね誰もまあこう仏教のことを知らないそういう中で,です、ね、少しでも多くの人に広めていこうということでこう全国を回っていった。 対してです現代の日本っていうのはですねあ,のある程度、まあ、少なくとも仏教といいういううううもものののはははどか日本人は知ってますそういう中でよりこうその仏教の深いところまでまあ伝えようということで、まあ、お寺というものは全国にこう広がってできていったのかなというふうに思うわけです。で、まあ、仏教のことではもう過去にも言ったと思うんですけれどもお経っていうのは生きている人間に対してまあ伝えたもの。 ですからこれは広く世間に役立つ教えだとということですですから当然ながらこう仏教のお坊さんだけではなくて、ね、いろんな人にこうそういうものをこう伝えているそこに意味があるということです。ただですね現在私どもお寺というのは、ね、東京のまあ言うならばど真ん中にあります。でそうするとですねまたこう違った動きが出てきます。 これはです、ね、田舎なんかですと大体お寺があってその周りに檀家さんっていうのがいらっしゃるで禅宗っていうのはもう示す線っていうのがつくようにですねあのこう示して布教強化していくというスタンスを持っています。ですからまあお寺さんがです、ね、朝何時に起きて朝何時にお経を読んで朝何時に掃除をしているとか、まあ、そういう姿をまあ人々にこう見せてですねあのまあこう人間としてまあいい生き方 と、えー、いうのはこういう生活の中からあるんですよということを伝えていた。えー、そういうことがまあ昔は通用したんですね。えー、しかしながらこう現在都心部にいるとですね、あのー、まあみんなこう相続の問題とかいうのがあってですね、旦那さんが近所にないまあ一部はいますけども、結構ですね近隣、えー、神奈川県とか東京ですとか、ね、神奈川県とか千葉県とか埼玉県の、えー、ここら辺にこう越していってしまう方が結構多いんですね。でそういう中で。 えー、実際にその生活を見ていただくっていうようなことができなくなってきた、えー、それとまあまあ私どもがこう YouTube とか始めたきっかけというのは、まあ、コロナっていうのがあったんですがまあコロナの時はですね近所の人もまあ来れなくなったというようなこともありましたそういう中で、まあ、新たな教えを伝える手段、えー、というようなもので、まあ、こう私どもがまあこう YouTube とか、えー、そういうものをその手段として使っております。 でまあ、あのたまにです、ね、私のようなものであっても講演、ね、を頼まれたりとかいうこともありますけど、まあ、そんなのでもですねいっぺんに聞いていただける数っていうのはもうう、まあ、いいとこ100人、えーまあ、これ生の方は当然まあこうより伝わるとは思うんですが、えー、なかなか、まあ、そこの会場に来ていただくということも難しい。えー、で私自身があのこう思ったのがです、ね、ある時に檀家さんがですねお経の内容を知りたいと。 お寺で、まあ、じゃあ勉強会をしようとお経の勉強会をしよう,しようということで、まあ、こう始めたんですね始めましたが、えー、来られたのはです,、ね、ですからなかなかですねお寺まで来ていただいて、まあ、話を聞いていただくというのはかなりハードルがやっぱりちょっと高くなるっていうか、まあ、時間帯とか日,、まあ、日にちとかまあ合わせたりとか、まあ、そういうこともあるんで難しいのかなということがあります。 えー、ですが、まあ、YouTube とかですと、まあ、家にいながらです、ね、自分のまあ好きな空いた時間にまあそういう話を聞いていただける、まあ、こういう点で,です、ねまあ、こうその部分でまあ活用していただけたら、えーえー、現在です、ね、私のまあ登録者数というのもまあ一応5,000人ぐらいいきましたのでこれ5,000人いっぺんにです、ね、人に聞かせるってなかなか普段であればできない。 ですが、まあ、これは有効な手段かなというふうには思っています。ただ、えー、まあ、ある面ではですね、まあ、こうまあ、言葉ですんで、まあこの一部を切り取ってですね、やっぱりこうなんかこういろいろ言われてこられる方もいます。誤解を招く部分もあります、えー。しかしながら、まあそれ以上にですね、まあ、多くの方には有効なのかなっていうふうにこう思っています。えー、ですから、あのまあ基本的に言えばですね、古代インドのまあ、要するに不況の方法 と現代日本のまあ仏教の伝え方というものはですね、まあ時代とか周りの環境とかそういうもので変化していっているということです。それをまあこう同じこうレベルでですね、物事を見てしまうとですね、なかなか難しいかなとまあこういうふうに思います。そんなんですね、ちょっとあの最近コメントいただいた中でですね、ちょっとまあこうまあこう。 違うんじゃないかと、まあこういうニュアンスというものをこうちょっと感じたんで、えー、今日はそんなお話をちょっとさせていただきました。本日もどうもありがとうございました。